炎の杖剛力、なんか凄まじい火力になってんよな。で、これクリティカル乗ったらもっと強なるけど、クリティカル乗せる方法ないんかな。だってダメージ160までいってんねんね。やばいよね。これもうちょっと改造してやってみたい。炎の杖あんま使ってないしな、そもそも。炎の杖、ウエストポーチ、全早め、剛力3つ。このあたりは真似したいな。石1個に集中すると石の威力70ぐらいいく。たくさん並べたのが敗因かな。まあまあ悪くない。守りかな。なんだろうな。なんかある。もうちょっと頑張ればできたんだろうか。まあとりあえず、ちょっと魔法の杖構成に戻ります。スタンダガーでいくか。で、貯金箱割って。よし、ちょっとスタンダガーで行ってみよう。最終的に魔法の杖構成にしたいんだけど、スタンダガー構成を試してみます。バーサク溶けた後が勝負。さあ、殴れ。殴れ。殴れ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。一発目はいいね。火力あるね。十分。で、バナナ絶対いる。セールのこれとバナナ。いいんじゃない？で、ゴーストだが、あ、いや、マナポーションを。マナ要因として。まあ、ブルーベリーは絶対いるから。やっぱ、ブルーベリーで置いとくのがいいな。で、カバンください。よっ。OK。なんかちょっと余裕あるな。貯金箱割ったから。やっぱ資金に余裕が出る。貯金箱割ると。なんならニンニクも買っちゃうぞ。えい、パパ買っちゃうぞってできる。いいぞ。貯金箱欲しいな。もっと欲しい。もっとくれ、貯金箱。ハンマー殴りでいけるか。まあ、ちょっと早振りするわ。あ、いけそうやね。よしよし。バナナも買ったからスタミナにも余裕が出てきた。さあ、いいものを食べてるとね、人間余裕が出るもんなんですよ。で、唐辛子2個目か。ちょっと今買えないな。ほうきの取り置きすんの、まだ後で買えると思う。先に、ま、これでいくわ。火は買っといて。はい。これでいきます。で、後でほうきは買えるはず。大丈夫。まだ買える。まださすがに買える。まあ、勝てるか。ダガー1本引きたいな。スタンダガーである程度まで行って、で、魔法の杖、太陽の杖に乗り換えていく。これ金貯まるからな。これは負けたか。ちょっとスライムが強い。おお、勝ったわ。よかったよかった。スライムか。半額スライムに半額盾。買うね。買うし買うね。カバン。お、だが。よし。全部できるやん。ここで杖を買う。で、これ、取り置き。この杖はしばらく肥やしになる。これ押せなあかんのかな。弱いよな、杖構成。でも結構ね、序盤アドは取れてると思うねんな。貯金箱割ってお金稼いで、最初からハンマーで殴って生きてるから。で、今回も勝てそうやよね。いけるいける。全然いける。よし。順調。おお、なるほど。マナオーブな。いいね。で、これで、ストポもいる。杖作る？作っちゃうか。これ、いけますか。これ、ちょっと行ってみるわ。まあ、負けると思うけど。序盤ならね、ワンチャンあんねよな。もう、あるある。あー、でも、レンジャーはな、トゲが重いよな。ないね。向こうはヒート溜まってるけど、ちょっとね、トゲが重い。ああ、無理やな。まあいいでしょう。お、それ、でっか。で、剛力セットもあるし、なんか、板、整理、ツク、整理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 。
盾買ったらシンプルめっちゃ強いよな。で手袋は買ってストポトリ置きかな。これ強いんじゃないかな。スタンダガーの、はい、盾ガンモリ。なんとか戦える気がする。裏に結構荷物置いてるの、ね、これは最初の貯金箱の貯金が効いてるよ。貯金箱2個あって10ゴールド得たのが効いてるよ。あんだけ物を後ろに控えてても対等に戦える構成が組めている。貯金箱割り強し。いや、いいですね。なんとかなんとか。お、割ります。それは割ります。カバンないな。ちょっと火打ってでもカバン買うか。ああ、いいやん。これだったら1個売りでいける。で、よしよし。こんなにもカバンに入ってないアイテムがあるのに戦える。パイロだと、あ、まあ、それ単体やったらそんなに強くないんじゃない、多分。やけど、あ、まあまあいける。序盤で毒がちょっと重いかな。唐辛子スラバードさん頑張ってくれ。回復だ回復。いや、これは負けたか。いや、追よ。魔法の体は単体でも追よ。単体でも追よ。これ何するんやったっけ。フレームを一つ生成する。ヒートを3獲得する。これ自身も強くなるもんな、魔法の松明。強くね、魔法の松明。そんでここよ。まあ結局アッシュブリンガーな気もするわ。あ、それは絶対いる、絶対いるからのカバンやわ今いるの、ほんま。バナナ半額。カバンもっかい。も伸びない。よし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 。これありがたい。ブルーベリーも来た。ドラゴンオーブ予約かな、うん、いいんじゃない。これ打って、これ打ってで、ドラゴンオーブも買っちゃおう。うん。で、こうしてベリーを早くすればマナなんとか。魔法の杖触れるぐらいは来るやろ。いけ、だいぶスッキリしたな。で、合力グローブが、うん、もうちょっと欲しいな。合力グローブ3つにしたいんだよ。魔法の杖どうですか、どうですか。はい、回復。で、ここで無敵。魔法の杖頑張れ。もう一発、もう一発。オッケーオッケー、いいね。なんとかなんとかかんとか。手袋いいね。いいよ手袋。いいよ手袋を信じよう。こんな感じでいくか。ちょっとマナたまんの遅そう。でもマナは2でいいからね。さっきよりもマナいらない。それよりもヒートがいるようになる。だから足りる、きっと。ブルーベミ3つあれば。ブルーベミ3つ。いいよ。でもこのマナ統治構成強いんだな。いいよ。あ、うん、いい、いいや、いいダメージ出てる。あ、強っ強っ強い強い。さすがに育ったら強いな、炎の杖。よしよし。おー、唐辛子、ありがたい。マナオーブ来てほしいです。と、マナオーブ引きに行こう。手袋来たね。ヒート1個打って。いいよ。で、マナオーブや、マナオーブ。やっぱね、ベリーだけじゃ、そう、そういう感じなんですよ、俺、やりたいの。マナオーブ引きすぎやろ。そういう感じなんです僕のやりたいやつ。ドラゴンの杖1本でそのマナガンモリ構成に勝てるのか。お、でもあと一発。おー、ナイス。おお、マナ系のアイテムガンモリよりも強い。あ、育ちは強いな。っていうかもう73までいってるぞ。お、できたら強いな。で、これでマナの盾ができてくれたらもっと安定する。できると強い。はい。はい。おー、来た。来たね。合力は十分になりました。さあ、炎の杖の火力はだいぶ高まったから、守りや、あとは。行け。ててててて。もれー。え、炎の杖強っ。いや、もうそんなん、松明日本じゃ無理でしょ。全然。あ、できてしまえば強いな。
やっぱほんま構築手順次第やなこの構成。なんか急に無双感出た。なんか今まで出来上がる前まで絶望的やったのにさ出来上がった時の仕上がる速さ半端ないわ。すごいすごいすごい13円ちょうどなんよなこれな。これで太陽の鎧を作りながらカバンを予約して、オッケーオッケー、こんな感じでいいかな。おっと、テスラ最強構成来た。テスラ最強構成来ました。うんで、ここから無敵入ります。はい、やっぱ出来上がるまでは弱いね全然。てか盾強っ。おーおーおー、まだ来る。グローブがまだ来るってさ。さて、はい、盾か。太陽の鎧2個目の方が欲しい。あ、マナオブさんお願いします。やべ、5ね。よし、これでいくか。2秒無敵無償でもらえるのは嬉しいしね、マナためなくても。それは嬉しい。あの子あんまり特徴ないよな、アッシュブリンガーさんって。さあ、うわ回復力高っ。で向こう回復力高いが、うわー負けそう。うんー強い。おっとここで無敵が発動し、うんー強い。いやはは705対670。ってことはもうジェムの差やな。普通のロビーで回復してるからこっちの方が若干火力は高いんやけどね。相手は体力回復が強い。吸血、あ吸血な、これが強いな。でこっちヒートなくなっちゃったね。マナもヒートもなくなってしまった。あドラゴンオーブ行こう。でだけどマナオーブが欲しい。頑張れー。毒釜構成ね。毒をマイナス効果を解除するのはあるから、ん毒ある程度は削除してくれるはずっていうか、やっぱ普通に戦えばめっちゃ強いめっちゃ火力出る。あ来たー、よかった。マナ盾にもしたいな。で周りの人がアーマーを得たらマナを得るなんやんな。これと剛力のグローブの相性がいいんだよね確か。んで剛力のグローブの横を置いてどんだけやってくれるかっていうのを見よう。よしこうするわ。オーブもう一個こんかな、あわよくば。あ手袋、あそう、あ吸血グローブで何かをめっちゃ早めんのもありやな。とりあえずグローブはあればあるほどいい、きっとあればあるほどいい。さあいけ、いいよ。相手の攻撃重いぞ。レイピアと2つ持ちでも、おおナイス、アメツのグレートソード153。コラクリでこれ殴られたら終わるところやったね。いや火力戦で勝ててんのはすごい、これ火力対決で勝ててるぞ、これはすごいことだ。これでいきます。さあ月の盾のマナ生成見物やな。なんかもったいないけどこれでいきます。9円も余ってるからな。無理やり勝ったところで置くとこないからさこの子。どやでん、アイスはきついな。なんか耐久、あフレームウィップだけで戦おうとしてるのか。うーんちょっときついか。アーマーの先生すっごいね。だけど青のジェムがいい味出してる。あのこっちの方がすごいわ。あすごいこれ強い、出来上がったら強い。まだ俺半分残してるからな、無敵を残している。全然全然まだいける。おおこれ炎の杖1103。月の盾22マナいいね。だってマナ10余ってもんね。シールドも太陽の鎧が91で剛力のグローブ77ずつ生んでる。すばら、これで攻守ともに強くなっとるわけやな。いやいいね。でや太陽の鎧置くとしたらここやねんけど、これやとねなんだかんだ隣接はめっちゃ変だよな。まあでも唐辛子スラバートさんがヒートを作ってくれることを願って置くわ。いけ、これで行こう。
マナとヒートが足りてるかもう一回確認しながらね、行きましょう。さあ、アーマーの量すごいぞ。デン173で、無敵速攻発動。まあ初期で発動してくれる分には全然いいな。あーあー、もうこっちはまだ体力を半分残しているのに、10秒で663出てるぞ。すさまじい。あ、強いかもしれん。これ道中ちゃんといいアイテム引いてうまいことできてくれたらマジで強いな、これ。はい、あ、マナーオーブ、それがいいな。これでいこう。しゃ、いけ、ラスト。ちょっと待って、対面構築。でも君こんなんおるぞ。これちょっと向こうの方が有利か。ユニークおるぞ。この人どういう役目やっけ。体力の最大値を40増やす、 2.03 秒ごとラックとヒートマナを使用してエンパワーとリジェネを増やす。いや強いだろうな。向こうの方が耐久が、ヒート足りるか。ヒート足りなくなったらお前の負けだ。そう、ちょっとゆっくり見たい、これは。あ、てか俺の方が強くね。あれ、ん、なんかわしの方が強くね。火力上がんの早くね。同じやと思うんやけどな。うん、なんだ、はい、ドン。あ、ドラゴンオーブだ。ドラゴンオーブでクリティカルが出てるからだ。クリティカルだ。お前の敗因はクリティカルがなかったことだ。行け、対面ドラゴンオーブの勝ちだ。やった。剛力のグローブの生成量は、まあ、ちょっと上の方が上やけど、まあ、これはほぼ一緒やね。やっぱクリティカル量ですね。ドラゴンオーブ2個置いてるから。最後ヒートなくなってんな、向こう。うん、この辺でももうヒート結構きつくなってる。あ、やっぱ唐辛子スラバートの方が正義よ、これ。この構築やるんだったら。おお、ちゃんと出会った構築をさらに最適にできた感あるよな、これは。最終的な炎の杖の火力、ほら、これ乗ってないよね。123と141までいってるもんね。な、相手ヒートがつきたから、途中からこれダメージ6を追加するが、発動してない時が多分ある。うん、いや、グバさんだね。グバさんとドラゴンオーブが勝敗の差を分けた。ユニークよりも強い。うん、いい。これは嬉しい。これはマジで嬉しいな。最後に対面構築で勝つっていう。俺の方が最適だったことを証明しつつ、マジでこの構成強い。ただ道中やな。